え、今って、あの今村谷姉妹っていうユニットやってるじゃないですか、それはどんな活動をしていくんですか、今後。いや、すごいマイペースな2人だから、この間3月に初めて自分たち主催でライブをしたんだけど、実はまだ決まってなくて、どうしようかみたいな状態ではあるんだけど、今年中にはもう1回ぐらいやりたいなって私は思ってて、ファンの方嬉しいですよね。ねえ、一緒に歌って姿を見るだけでも、やっぱなんか一緒にイベント、あのトークライブとかはいつでもできるけど、やっぱなんかライブって違う、ね、そうですね。でもそもそもなんでやろうってことになったんですか。やってて、で一緒にあのお世話になってこう司会をやってくださる方がいて、その方があの曲をどうしても作ってあげたいから、この2人をライブで見たいってすごい期待してくれてて、で私たちの、まあ、なんだろうな、メロンケーキが大好きなアーティストさんで、トドルっていうバンドの小林愛ちゃんっていう方がいて、今もハロプロ大好きなんだけど、その方に曲を作ってくれないかってお願いしてくれて、もちろんみたいな、書きますみたいなので、へーってなり、バタバタと3、4ヶ月かけてかな、もうじわじわ話決まってからバーって作り始めて、結局でも2曲作ってもらうことになって、すごい、本当は1曲だったのに。へー、どんな楽曲なんですか。1曲はちょっとアップテンポで、それぞれが作詞されてもらって、そうなんですね、すごくあのタオルを振り回せるような曲と、またその逆でライブだったらアンコールで聴きたくなるような、ちょっとライブではそのメロン記念日さんの曲をやったりするんですか。やるやる。すごい。4人で歌ったのを2人で歌うから、結構忙しくて。そうですよね。倍に、単純に倍になりますよね。ね。あ、4人の2人ってなかなか大変なんだと思いながらも、でもやっぱりなんかメロンの曲歌うとファンの方がすごい喜んでくれて、またいつか4人でライブやりたいなっていうの。素敵。ソロでも歌っていきたいとこあるんですか。あのやっぱりなんか昔から思い描くのは、あの歌手は武道館を目指すっていうのがなんかね、ありますよ ね。なのでメロン記念日で単独で武道館立てなかったので、大谷正義として武道館に使ったこれはもう、まあ、焦らず、やっぱ続けていけばそれだけ力になるし、いつ何があるかもわからないし、本当いつかおばあちゃんになってからかもしれないけど、武道館に立つまではもう諦めれない。なんかそう思う気持ちが大事ですよね、思い続けることが、ね。なんかただ歌いたいっていうよりかは、ここに立ちたいって思ったの。どんな楽曲を歌っていきたいとかあるんですか。あ、もうなんか分かりやすく言うと、こう人に自分の声で歌声で心をギュッてこうなるような、私が歌詞を目指したきっかけもそうで、なんでこの曲を聴いてこの人の歌の声を聴くと悲しくなるんだろうとか、すごく感情が揺れ動く、そういう歌を歌いたくて。休みの日とかって何されてるんですか。もうインドアすぎて、ずっと家にいる。そうなんですか。本当出なくて。出てる。家で何してるんですか。YouTube 見たり、K-POP が好きで、好きなアーティストさんの映像を見てると、どんどん関連の
たら1日終わってたりとか、とにかく K-POP とか海外ドラマとか、なんか海外系が好きらしく、ドラマにハマるとそればっか見てるし、それだけで終わっちゃう。なんかネットというか、さやちゃんについて今回の収録にあたりいろいろ調べてたんですね、リサーチしてたんですけど、なんかバイトをメロン記念日さんを辞めてから始めたって書いてたんですけど、本当ですか？本当にやってます。バイト何を一番初めにやったんですか？最初はカフェの店員さんで、髪の毛もすごい派手だからこれは無理かなと思ったけど、すごい店長さんで、でも派手でもこのままだと、あれメロン記念日のとか言われないですか？それはあんまなくて。あ、そうなんですね。そう、声かけられたこともなければ、偶然ファンの方が、私の顔がわかるファンの方が近くに住んでたみたいな時はあった。それはもう向こうがびっくりしてた。そうですよね、なんでいるのみたいな。すごい。でそれぐらいで普通に働いてて。楽しかったですか、接客業は？うん、楽しかったけど、すごい忙しいお店で、ランチとか、めっちゃ大変でした。なんか番組からの質問でちょっと、まさゆちゃんに弾いてもらおうかなと思うんですけど。わお、わお。はい。どうする、どうする？これいきましょうか。はい。でで。おお。はい。ズバリ何フェチ？ああ、なるほど。これですね。筋肉です。ああ、そうなんだ。筋肉フェチ。もうね。どこの筋肉とかある？どこでもいい。へー、男の人ってやっぱ女の人と違うのは、ね、筋肉じゃない、なんか例えばここの上腕二頭筋でも良ければ、腹筋でもいいし、足、夏になるとね、男の方は半ズボン履くじゃない、その時にふくらはぎがホホってなったら、おおほってなったりするし。へー、私見ちゃう？見ちゃう。筋肉、あればあるほど嬉しい感じ。またそれもまた違って、なんか、程よく脂肪もあって、太すぎず華奢すぎない人みたいな。普通、普通よりはガッチリしててもいい。そうなんだ。あれちゃん、私はね、ここの腕筋がびっしりみたいな人が好き。それこそでも筋肉血管みたいな。なんか昔お父さんの手をよく触ってたの、お父さんがなんかビール飲むと、こう血管がボコボコ浮き出るのが楽しくて、こうやってプリプリプリって触ってたの。それが多分好きで、なんかこう男の人の骨張った腕みたいな、大好きです。毛はどう思う？毛はでもなんか濃すぎなければいいかなって。あ、そうなんだよね。私毛にはちょっとうるさくて、筋肉を目的にこう見てるけど、例えば足の筋肉を先に見たいのに毛が先に入ってきた場合ね、近くに、結構筋肉見る気にならないし。ああ、じゃあもう毛がボーボーだったら、なるんだ。しょうがないんだよね。何それ、面白い。昨日楽しいんですよ、私も。やろうかな。何にしよう。よし。ドドン。デートで行きたいところは？わあ、デートか。デート、いや、私なんか京都がすごい好きで、京都でなんかあの花魁の服着て撮影したりとか、着物着て散歩したりとかって昔やってたの、その中学校の時とか。あ、花魁は最近なんですけど、その中学校の時にその同級生の女の子と一緒に着物着て、お寺行ったりとか、かわいい、川のほとりを歩いたりとか、なんかお茶屋さん行って、で抹茶飲んだりとかパフェ食べたりとか、っていうのをしてたのがすごい楽しくて、なんか京都にその男の人の着物ってめっちゃ素敵だと思うから、一緒に着物着て散策したい。素敵。え、パネちゃんどう？私大阪。あ、
大阪なんだ。そう、なんかすぐ電車でも行けたし。うん、そうなの。まさえちゃんなんかある？デート？うん。あー、動物園。あー、動物園。これちょっと、うん、相手の性格を見たいっていう。え？なんで？動物園でわかるの？人って動物と接するときに。その人出ない出る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 、ね、例えばこう道散歩してて、うん、あの前から犬が来たと、うん、その時によしよしよしって行くタイプなのか、うん、行かずにこうスッとしてる人なのかだけでも分かるし、うん、なんかそういうとこチェックしたい。へーすごいね。女の人って怖いよね。怖い楽しんでると思ったらそういうとこ見てるみたいな。あと人がいっぱいいるところにわざと行って、うんうん、対応じゃないけど店員さんに対する対応も見たいし、大事にガイガイした時にイライラするタイプの人が嫌らしいとか、うんうん、タクシーに乗るとかね、うん、例えばタクシーの運転手さんに対してどういう会話をするかとか知りたい。そういうのみたいな、なんか邪険にしてる人やだよね、うん、上から言ったりとか、うん、なんか全然ロマンチックじゃない。いや大事大事。チェックのために動物で動物で。今日ありがとうございました。こちらこそ。どうでしたか？なんかあのまだまだ喋れそうなんだけど、喋、うん、りすぎたかしら。いや私も同じ気持ちです。まだまだ全然喋れそう。ね。まだ3時間4時間いけそう。すごい楽しかったです。もうこちらこそ。いや嬉しい嬉しい。なんか告知とかもしあれば。うん、はい。あのですね、私あのツイッターとブログやってますので、あの急に決まったりライブとかね、あの決まったりもしたりしますので、ぜひツイッターフォローしていただければじゃんじゃか更新します。あのバイト行ってきますとか、うん、バイト終わりましたとかそういうのもありますので、あのたまに皆さんと絡めたらなと思います。チェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。またね。皆さんいかがでしたでしょうか。こうやってまさえちゃんとあのお話しさせていただくのは初めてだったんですけども、すごく楽しかったです。でそのメロン記念日さんの時の活動のお話だったりとか、すごく貴重なお話をたくさん聞けて、でやっぱりあのそこにはまさえちゃんのこう人柄が、人柄の良さであったり、あの純粋さであったりとか、だから10年間もこう仲良しのアイドルとして活躍されてたのかなってすごく思いました。またいっぱいお話できたらなと思います。皆さんありがとうございました。また次回お楽しみに。